綺麗だね。あ、海も見えるよ。転校してきて結構経つけど、僕はまだまだ知らないことばっかりだ。運動会のチームも5色あるし、正義のヒーローみたいだね。そうだね。きっとこれからも新しい発見がたくさんあるよ。でもね、西村さん、それは西村さんと一緒に叶えたいんだ。え？僕は一人じゃなくて、西村さんと一緒に頑張りたいんだよ。おい、何してるんだ二人とも。さっさと帰ろうぜ。青春してるね、あかねちゃんたち。青春ってなんだ？私も本当は代わりにとかじゃなくて、高田くんと一緒に。高田くん。ん？私も。なんか今すごい音しなかったか？大丈夫か？私先生呼んでくる。頼む。代わりにとかじゃなくて、私も一緒に。西村あかねちゃん。はじめまして、太陽の母です。えよろしくね。あかねの父です。この度はご迷惑をおかけしてしまって。あの高田くんの腕は綺麗に折れてるって。ポッキリ。でも安心していいわよ、今治療してもらってるから。